皆さんこんにちは、ひかりんです。本日は自分の好きなものを何でもアクセサリーにできちゃうぞというものを皆さんに皆さんにご教授したいと思います。はい、そしてまずこちらですね、ひかりんが大好きなライツ光クラブのテラなんですけども、ここにたくさんいます。どれをアクセサリーに変えるかというと、このゼラをネックレスに変えていきたいと思います。ストラップです。はい、まず用意するものはこれとこれとこちらになります。それではこれから始めていきたいと思います。まずこのゼラのここの部分ですね、この丸い輪っかですね、丸カンのところをねじっていきます。そしてこれを外していきます。そしてなんかね、使いかけのネックレスのチェーンとかがあると思うんですけど、そちらにこれを入れます。まず丸をこう戻します。このように戻して、もうあとはこれに通すだけです。でこう通します。そしたらもうゼラネックレスの完成です。というわけで、もうすごくシンプルでナチュラルで簡単に自分の好きなキャラクターでアクセサリーが作れます。自分の好きなキャラクターとかアニメ系のキャラクターとか板系のグッズとかって大体ガチャガチャとか大体がストラップじゃないですか。ピカリは思ったんです。アクセサリーにすることはできないか、常日頃一緒にいたいと。その時にこれで自分でじゃあ作ればいいんじゃないかと思って、しかもストラップで出てくるやつは大体最初から丸カンがついてるので通せばいいだけとなっていて、もうこのね、こいつらがいれば何もかもが自分の好きなオリジナルストラップにできます。例えばですね、こちらの遊戯王のチャームですね、これもガチャガチャで出てきたやつになってるんですけど、これもまずねここを取ります。取って作ったチョーカーがこちらですね。これは紐を通しただけなんですけど、紐を通せばなんとね、立派なチョーカーにもなっちゃいます。かっこいい。だからセーラームーンとかそういう類のチャームとかもよくあると思うんですけど、それも世界で一つだけの自分オリジナルな板アクセサリーが作れてしまいます。二次元が大好きな皆さん、ぜひぜひこれを真似して常日頃この子たちと一緒にいる板ライフを送っていただけたら、ひかりんも幸せだなと思います。また皆さんにご伝授、また皆さんにご教授していきたいと思います。カレンでした。